はい、皆さんこんにちは、ムツと申します。今回実況させていただくのはグラビティデイズというゲームですね。もともとプレイステーションビータで発売していたソフトですが、 PS4 で HD 版でリメイクされたということで、そちらを購入しました。まあ今回はこれをまったりゆっくり初見プレイカッコみたいな感じですけども、ちょっと訳あって2回収録失敗してるんで途中まではねキプレイになりますが、基本的に初見で全クリをただ目指していくと。まあぐだってるところはなるだけカットしてサクサク見れるようには作っていこうと思っております。それでは一緒にグラビティデイズ見ていきましょう。あのね、ムービー中は喋らないつもりでいる喋らないとは言ってない喋らないとは言ってませんが、これちょっとリンゴ落とさなきゃいけないんで喋んないから。エチュマンビチュレルドゥエツラチャトドゥシセシオンスウィエチュ。グラビティだぜ。はい、視聴確定。褐色美少女褐色美少女とクソ頑丈リンゴこの格好はなかなか攻めてますよね。ちょっとこの世界観でも攻めてるでしょ。良さそうでしょ、音楽と世界観っていうかさ、完全俺好みなんだよな。この猫と主人公、ちょっと操作方法をかなり忘れてるような。あ、ありがてえさすが走り出した。めっちゃ走ってる、めっちゃ走ってる。記憶喪失の褐色美少女という感じでね。出口ってなんだ、哲学移動速度速いとストレスフリーでいいですよね。さあ、とりあえず進める方に進んでいくと。完全水着かなんかかな、なんか上から人が降ってきたあ、これ事案ですよ。いきなり触ってくるもんな、忘却に抗って。記憶喪失この絵がもうすでにやばい何のゲームかっていうあんたの将来の
夫なんだ。なんか独自言語っぽいよね、効果音とか。こう漫画っぽいイラストのパートも間に合ってますから。うちのガキを助けてくれ。え、うちのガキ？ロキッシーラシリマン。何を思ったらこんな褐色少女に助けてなんて言うんすかね。とりあえずついていきましょう。プラスマルアンス。ご参事者アスラコアロ。くっそ重そうだけど。あ、いいの落としちゃってそれ。おお、なんか生活ホームレスかな。やばい、もうこういうとこに住むような世界観なのかもしれないね。もう正直覚えてねえわ。1回失敗して2回目失敗してだいぶ引いたってるんで、ほぼ初見みたいなもんだ。重力嵐、なんかジョジョの必殺技っぽい名前だな。こっちいいのかな。とりあえず進める方に進んでこう。ローゼン、前を掃除のシャドウ。今度こそお釈迦。なんてなんて。いや、いいっすよね。もうね、正直ね、ビーターでこれ発売した時からビーター買おうか散々迷ったんですけど、まあ PS4 でリメイクされたんでね、すげえ速攻買いましたね。あの、購入者早期特典もね、持ってるぐらいですから。もう発売して1年弱ぐらい経ってんのかな。1年は経ってないけど、そんぐらい経ってますね。さあ、場面はなかなかヤバそうな雰囲気。今見ただろ、嵐に飲み込まれてしまったら終わりなんだよ。でもどうやって。せやな、カラス女の仲間、その猫もどきと一緒なら。猫じゃないのか。空から降ってくるの俺見たんだ。空から落ちて、 お前も空からなんなら落ちてきたろさっき。さあ、ここで宇宙食の猫が光り輝く。多分ね、ここからグラビティデイズがどういうゲームかっていうのが分かるアクションが。おっと。そう、グラビティデイズは重力を操るゲームなんですよね。自由に重力を操るわけなんですが、最初ちょっと操作慣れるのが大変なんだよな。壁に立ってる、重力を操作してると。この猫がこれ飛んでいいのかな。あ、普通に歩いていくのか。重力を操って、とりあえず丸のある位置に行きましょう。バツでジャンプと押して、また重力。これなかなかね。あ、そう、あれが今の映ったのが多分重力嵐なんだよね。これはあかんやつっすわ。これはあかんやつっすわ。ちょうどよく破片が対空してる。飛び乗っていけそうですね。 R1 ボタン、 R1 ってどっち。こっちか。で、これか、これだ。 R1 と R1 で向かっていって、そこが重力の基本になるとね。またなんかちょうどよくコントロールで向きを変えながら着地していくと。ちょっとゆっくりやっていこう。怪しいわ最初だから。よし、いいぞいいぞ。ちょっとずつちょっとずつジャンプ。ほい。さあさあさあ、時は一刻も争いますよ。この体育状態で目的地に飛んでいくと。これでね、街中飛び回れるので、なんか、すごい闇落ちしてるような見よう。すごい！重力。重力嵐そういう感じなんだ、みたいな。あ、手とか出てくる感じ、みたいな。嵐ってなんだ、みたいな。いう。どんどんどん、うわ！やべ！やっちまった！あー！空に落ちるという現象が起きる。これで、
着地。ジャンプ。もうすぐ。どこが目的地か分かんないんだけど。友人くんどこに、あああれ、いけてることになってる。いいんか、それで。あ、グッバイ。なんか俺も覚えてるわ。あの警察官かわいそうだなって見てた。今度こそちょっとサクッと決めます。かっこよくね。よし。かっちょいい。あ、ムービー中喋んないんだったわ。前一人でいいんじゃないかなみたいな。最初からやってくれよみたいなさ。そりゃ無理やろ。いくらなんでも。はい、ここあざとーい。空気、空気。おい、お前、今何やった？何もやってねえよ。ガキを助けろとは言ったけどよ、誰が家を壊してくれって言った。この態度、命の恩人に。大体こんな美女、こんな少女が家を落とせるわけないだろ。重力使いにかかると本当にろくなことがねえ。逃げよ。あ、ほ、逃げた。悪くないもん。闇よと消える。逃げんのかよ。そうだよ。しょぼん。意味がない。もう嫌。お前どうしたいの？ドアがあったら開けなくなるのが人間ってもんでしょ。じゃあどうして作ったんだこんなとこに。どうしてこんなとこにドアを作ったんだ。いえ、壁でええやろ。ここラッシュインマシフィエシャクアプレサフィッシュドワンシープラジュジュドプランスシャビマンドレッサープランスシャフィルプレセンマーロウエトリーシャプレントロサフェイ。さっきの変の力は何？これからどうすればいいんだろう。そうっすよ、キトゥンちゃんもこれ路上生活ですよ。ダスティ。ネーミングセンスあるよな。かっこいいもん。で、記憶喪失の前は名前ついてたんちゃう？これなんか名前違うぞみたいな。カラス、なんかカラスの女っていう言葉が最初出てましたよね。とりあえず猫についていこう。シュッシュッバン。ぶつかる必要が全くない。猫のダッシュに、ダッシュ、なんなら追い抜かそうという。あのカラスが気になるの？追いかけてみる。ここで重力を操っていくわけですな。浮かんで止まる。で、止まっ、ここに立って、走っていくと。シュッ。待て待て待て。ふ、追い抜かしてやるわ、なんなら。ちょっと追い抜かしちゃダメだよ。また逃げられちゃった。失敗した系か？よしよしよし。これなんだっけな？これあれだ。今、青いゲージがあるじゃん。
左上に。あれが、これか。ずっと重力、無重力状態に入れるわけじゃなくて、あの青いゲージがある間だけ、こう重力を操ったりできるという感じなんですよね。あれどこ行った？おっと？完全あれ同族っぽいですよ。あ、完全ラスボスっすわ。この力が何か知ってるかも。このビルを使って上に登れと。あ、そうそう、この能力ね。あ、ちょ、落ちた落ちたけど、なんかムービー進みそうだけど。追いかけなくっちゃ。よし。ちょ、まあいいか。とりあえず、目的地に行けばいいわけだから。オッケー。しー、こんにちは。同じ柄のカラスですね。はい、無視。まさかの。こいつらかけてくれない。お、ありがとうございます。あ、喋んないんだった。ありがとうございます。女と男のいる路地裏、意味深。はあ、助かったよ。逃亡中の暴漢追いかけてて、で逆に囲まれちまってそんな警官いる？ちょっとそこすみません。やっぱりこれってさっき見た女の子だよね。カラスと一緒だし。指名手配、黒。そのまんまやな。ちょっと君。何してんの？どこに、なんでここにいるの？どこから来たの？私が誰でなんでここにいるか、自分でもわかんないんで困ってるんです。気迫喪失ってやつ？理解早えな。漫画とか映画とかでよくあるよね。また腰抜かしてんのかお前この変な奴らは謎の怪物を倒せ。倒すって発想になる。蹴り技ですね。痛い。ほら。オッケー、倒した。蹴り技で倒していくと、この主人公は。いで、うら、オッケー。なんか嫌な予感がする。あれ、敵また増えてね。左スティック R2 で回避アクション、これだね。結構なんかこう、このゲームにしてはなんかすごい現実的な回避方法っていうか普通だね、回避みたいなお、回避攻撃もあるぞ。なんか思い出してきたな、だんだんどんどん増えていく。無重力時に R 四角ボタンで無重力キック。無重力キック強すぎ。ちょっと待って。ほらー、 OK、 いいね。重力戻して、ほら、痛い。回避なんだっけ、どれだっけ、もう忘れた。これか。あれ、まだ敵がいる。あ、いるぞ、上にいる。ちょ、ほ、無重力。あ、ちょっとカメラワークがね、最初難しいんで。痛い。ほらー、全員撃破だぜ。あれ？すげえ増えるな。上の方にもいない？エネミーマーカー。怪物のいる方向に、まあ、矢印がいる、あるってことだね。まあ、とりあえずそれはいいとして。あれだね。くらえ！ドラッ！デュー。オッケー、全滅かな？重力嵐。怪物。なんなのこれは。指導巡査、先輩無事ですか？逃げろ。あ、俺に言ってんのか。いいかな、特別の力は持ち主っていうのは大体において国家権力の敵ってわけ。深いね。これへでかかると面倒見ることになると思うんだよ。こういうことは俺に任せて、つるっと万事うまくやっておくから。さあ、急いで、また会おうよ。ナンパなやつだな。この妙に軽い刑務官の若者指導、往々にして面倒な事件の引き金である彼がある、彼であるというのは知るのはまた後の話。町はこの日を境に奇妙な怪物の襲来に脅かされるようになり、それは思いもよらぬ流れを引き起こし、私を数奇な運命に導くのであった。町にやられた謎の怪物、拡大する重力嵐の影響か。
急に怪物が出るようになったという感じだね。市長ボルシー、怪物をネビーと命名、対策本部設立を指示。ネビーを撃退したお手柄刑務官お前の逃亡中の暴漢も逮捕。お前何もしてないんだよ。あ、いたいた、君だよね、今日来るって言ってたアルバイトは何のこっちゃ。話聞いてるはずだよね。公共設備の重力燃料供給のアルバイトの。早速噴水広場で燃料切れだって連絡が来てるんだよ。重力燃料噴水広場。あーもうこの忙しいのに新人アルバイトか。とにかく説明をやめにするから噴水広場まで急いでという感じだね。地図もあると。こんな記憶もなんもない、この記憶ある頃にアルバイトの応募してたって思うとなんかちょっとあれっすよね。オプションボタン、マップを開く。ちょい切りいいかな、切りいいから一回止めようか。というわけで物語は進んでいくということで、グラビティデイズまったりやっていこうと思うのでよろしくお願いします。